ノービク崩れは、江戸時代前期に、オアリ国とミノ国で隠れキリシタンが検挙された事件。崩れとは、一つの地域で、大勢のキリシタンの存在が発覚し、その信仰組織が崩壊することである。A69 年から、キリスト教の布教が始まった農美地方では、織田信長や織田信太らの保護を受け、ルイス・フロイス、フランシスコ・カブラル、ガスパル・ビレラ、ニエッキ・ソル・ディ・オルガンティーノといった。 宣教師によって、さらに布教が進められた。本能寺の変の後は、織田信夫の庇護を受けたが信夫は、天正18年に、豊臣秀吉に追放される。文禄3年、岐阜の織田秀信が3人の家臣と共に、オルガンティノから受選され、城下に、教会堂病院、孤児院を建てて、教家を進めたため、寮内に多くのキリシタンが生まれた。しかし、 慶長五年の関ヶ原の戦いで西軍方だった、秀信は捕らえられ、高野山に送られた。その後も終わり藩を治めた松平忠義によりキリシタンの被護を受けるが、元奈年間から弾圧が始まる。ただし、この時期の取り締まりは本格的なものではなく、終わり国には軍、高木村では、官営年間から布教が始められ、明暦、万事年間には秘密裏にだが、 かなり大胆にキリスト教が広められた。寛永八年に五十七人のキリシタンが検挙され、四人が家計、十三人が入牢となった。さらに入牢した者の中から四十四人が江戸送りとなった。同十二年九月、江戸幕府の命で、終わり藩でキリシタン改めが始まり、袖をする者に褒美を与える旨が書かれた考察が、名古屋の街中に建てられた。 その後も幕府は何度も終わり藩内のキリシタンを名指しで捕獲するように命じ、終わり藩は捕らえたキリシタンの多くを江戸に送って、幕府の処分に委ねた。寛永14年には、終わり国司もつけ村で304人のキリシタンが残首され、大きな穴に入れられて、塚が築かれた。商法元年には、キリシタン改めによって48名が摘発された。 その中の六名が江戸送りとなるが、残った四十二名は処罰されることなく、老子、または病死し、最後の一人は状況元年に老内で病死した。終わり藩では、商法のキリシタン改めの後、崩れが発生するまでキリシタンの検挙は行われなかった。寒分元年三月、美の国下に軍の塩村、片平村に領地を持つ、旗本の林権在門は、 両村でキリシタンが露見したことを、オアリ藩に報告し、その捕獲を依頼した。これにより24名のキリシタンが捕らえられ、全伏キリシタンの統領として、オアリ国には軍橋爪村の百姓、東蔵が捕らえられる。その後もキリシタンの検挙は続き、高木村、橋爪村など79家村から摘発された。漢文四年十二月、幕府の指示で二百七人が残罪。 残首された後の胴体は、藩主書家の治療校に応じた、人数分が試し物として配られ、老中には生きたまま試し物として差し出された。彼らは、精進日を除いて3日間で、すべて処分され、遺体は、名古屋の千本松原に大きな穴を掘って投げ捨てられた。同時期に、美濃国笠松の木曽川堤の大薄塚では、数十名が卓刑となった。処刑された者の中には、 武士もいて、歴々の人もありしよし、皆喜んで打たれてるゆと記されている。漢文7年には老中に呼び出された山住淡路守が、キリシタン衆門の都について質問されたことをきっかけに、キリシタンの殲滅が図られ、入児14名を含む759名が捕らえられた。同年十二月十四日に五十六人が、斬首と卓刑に処され、江戸には四百五人が、 牢に残っていると報告した。同年8月から10月の間には牢内に溢れるキリシタンを減らすためとして2000人が足軽以上の半死に試し物として下された。漢文9年には33人が残罪となった。漢文元年から7年までに処分されたキリシタンは1304人となり、ノービー地域のキリシタンは根絶されたと言われる。漢文9年には、 終わりで33人を捕獲。31人は、藩主に試し物として与えられ、2人が老死。元六十年、美濃国笠松大鈴鹿で34人が残首。同十一年には、美濃国塩村で7人が処刑された。漢文四年四月七日には、幕府は目付、森川幸都氏を美濃天主教徒左剣として、美濃国に派遣して、キリシタンの調査を実施。 オワリファンでは、同年5月に、キリシタン奉行2名を任命して、奉行の一人、海保や兵を江戸に派遣して、幕府の宗門改め役、北条市長に、キリシタン宣策の要定を問わせている。オワリファンは、幕府の指示によって、寮内38カ所に、キリシタン近世の考察を立て、5人組を組織した。寮内の各寺院には、 新規にダントになる者の,の吟味をするよう通達し、外官、求人にキリシタン改めを命じた。漢文5年正月には、修文奉行に変えて自社奉行が設置され、修文改めが毎年2月と11月の2度実施されることとなった。キリシタイ謙虚のため、庭軍、羽栗軍の求人事業所ご福家老のなる瀬氏、竹越氏を除いて、他軍に移して、後地を 幕府の蔵入地にした。キリシタンの敵発に協力したソニンや少ヤたちは、褒美の銀を受け、キリシタンの百姓たちが耕していた田畑を飯し取りの功労として永久贈与された。一方、キリシタン類族の者たちは、何代もの間厳しい監視に置かれ、明治に至るまで村八部の差別社会で過ごすこととなった。農美崩れの対応は、 幕府の直接的な介入によって行われ、これにより、徳川幕府の終わり藩に対する統制が強化されたが、終わり藩は、キリシタン近世政策に伴う五人組制度、集門改め、断下制度などを確立させることで、領民の掌握を強固にし、藩権力は強化された。ありがとうございます。